皆さん、こんにちは。今回は世界を驚かせ続ける大谷翔平選手の高校時代に焦点を当てます。メジャーリーグのスカウトたちがどのようにして彼の才能を評価していたのか、そして彼らの予言がどのように的中したのか、詳しく見ていきましょう。この子は器が違います。3年後には間違いなくドラフト1位ですよ。こう語ったのは当時ドジャースのスカウトだった小島氏。彼は高校1年生の大谷翔平を見て、すでにその才能を見抜いていました。小島氏は大谷選手の印象をこう語っています。何に驚かされたって一番は彼のセンスと体の使い方。運動神経です。投げ方、走り方、バットを振る姿から、すべての動きにセンスがあるんです。大谷君に関しては高1の春の時点で、これはメジャーでもとんでもない選手になるという確信がありました。小島氏が初めて大谷選手を見たのは2010年4月末のことでした。高校に入学したばかりの大谷選手はすでに練習試合で4番を打っていたそうです。背は高かったんですけど、ひょろっとしていて体ができていないので、1年の秋までは投げさせない方針だと聞きました。だから彼はライトを守っていて、ランナーが一塁の場面でいきなりライトへヒットが飛んできたんです。その時大谷くんが三塁へ投げたボールがとんでもなかった。ランナーが二塁と三塁の真ん中くらいのところで、球がサードのグラブに突き刺さって余裕のアウトだったんですけど、それよりもびっくりさせられたのが大谷くんの投げ方です。肩の柔らかさ、腕の使い方を見て、これはとんでもない子が現れたと思いました。小島氏はその場で花巻東の佐々木監督のところへ向かい、冒頭の言葉を伝えたそうです。高校1年生を見てすぐにドラフト1位と言い切れるほど大谷選手の才能は群を抜いていたのです。小島氏は大谷選手の特徴をさらに詳しく分析しています。体は柔らかいし、肩も柔らかい。すべての動きにセンスがあるんです。僕はメジャーのスカウトだったので、この選手はメジャーのレベルでどのあたりまでいけるのかという物差しでしか見ません。特に高校生に関しては、メジャーでそこそこ活躍するという程度の選手は取りに行きませんでした。でも大谷君に関しては、高1の春の時点で、これはメジャーでとんでもない選手になるという確信がありました。このコメントからも、大谷選手の潜在能力がいかに高かったかが伺えます。メジャーリーグのスカウトが高校1年生の段階でここまで高く評価するのは極めて異例のことです。小島氏は大谷選手の将来についても具体的なビジョンを持っていました。彼は大谷選手に NPB の球団ではなく MLB の球団と契約してほしいという思いがあったそうです。高校卒業後すぐに MLB の球団と契約をするメリットについて、小島氏はこのように話しています。最大のメリットは成長が緩やかになることです。メジャーの育成プログラムでは、体ができてないうちにメジャーで投げさせるようなことはしません。段階を経て体作りをしながら、イニング数、球数をしっかり管理してマイナーで実践経験を積ませます。そうすると30歳以降の野球人生が長くなるんですよ。小島氏は、大谷選手の長期的な成功を見据えていたのです。彼は続けてこう語ります。大谷くんは明らかに能力が高いので、高校を出てすぐ勝てました。だからどんどん使われちゃう。でも僕には、オラ走れ、オラ投げろ、客呼べ、と無茶させているようにしか見えなかった。今はまだ22歳だからわからないかもしれませんけど、25歳からの10年間、あるいは15年間、メジャーのローテーションのど真ん中で投げ続けるには、キャリアの中盤から伸びていく形が望ましいんです。小島氏の懸念は、大谷選手の才能を長期的に最大限に引き出すことでした。彼は大谷選手の将来像をこう描いていました。僕が高校1年の大谷君にイメージしたのは世界一のピッチャーです。あの時の彼の右腕の柔らかい使い方はため息が出るほど美しかった。まさにドワイト・グッデンでした。カラスのように大きく羽を広げて、そのままどこかへ飛んで行っちゃうんじゃないかと思ったほどです。もし高校からそのままアメリカへ行っていたら、25歳で10年総額300億円の契約を結ぶことができただろうし、
サイ・ヤング賞を何度も取るようなピッチャーになれたと思っています。大谷選手の才能に魅了されたのは、ドジャースのスカウトだけではありませんでした。実はレッドソックスも高校生の大谷選手の獲得に積極的だったのです。レッドソックスの地元メディア、マスライブのショーン・マクアダム記者は、高校生だった大谷選手をブルペンで見た時の衝撃をこう語っています。当時のスカウトは、大谷のブルペン投球が322km 毎時に見えたと言っていました。これは明らかに誇張された表現ですが、大谷選手の投球がいかに衝撃的だったかを物語っています。レッドソックスの太平洋地区でスカウトを務めていたジョン・ディブル氏は、高校生だった大谷選手の印象を次のように話しました。今まで見た中で最高の高校生投手だった。高校生で100マイル、約 161km 毎時を投げるのと、バックスクリーン越えの打球を打つのを同じ日に見た。当時から彼が特別だったことは明白だ。あまりにいい選手だ。ディブル氏は、現レッドソックスの GM 補佐であるエディ・ロメロ氏と共に、大谷選手の獲得調査に熱心だったそうです。ロメロ氏も大谷選手のことをこのように語っています。投手と打者を兼ねる選手は、ファンタジーのように思えました。18歳でメジャーの舞台に視野を広げていた大谷選手について、とても勇気があり素晴らしいと思いました。それは彼の自信と競争心を物語っていました。大谷は当時から二刀流をやりたがっていたし、我々もそれに前向きだった。だからこそ、大谷選手の将来のために考案した二刀流計画を詳細に説明したのです。しかし、結果的に大谷選手を獲得することはできませんでした。当時レッドソックスで GM を務めていたベンチェリントン氏は、次のように語っています。がっかりしましたよ。だけど当時は何を目指しているのかわからなかった。明らかに彼はいい選手になると思っていたけどね。では、日本のプロ野球スカウトたちは、大谷選手をどのように評価していたのでしょうか。高校時代の大谷選手を実際に見ていたスカウト4人に、投手と野手どちらにより魅力を感じていたかという質問をしたところ、投手と答えたのが1人、野手と答えたのが3人という結果になりました。野手と答えたスカウトの1人は、次のように話しています。高校3年の夏の甲子園は怪我をしていましたが、3年春の選抜を見て、ピッチャーとしてもバッターとしてもすごい選手になるなと思いました。とにかくエンジンが大きい。当時はまだ体が細かったので、その排気量に耐えられない感じがしましたけど、体ができればとんでもない選手になるというのは誰もが感じたはずです。このスカウトは、大谷選手の潜在能力の高さを認めつつ、野手としての可能性により注目していました。ただ、ピッチャーは毎年良い選手が出てきます。しかし、スケールのある野手はなかなか出てきません。当時は二刀流なんて考えませんから、どちらかを取るなら野手の方がいいと考えていました。ソフトバンクの永山スカウト部長も、大谷選手の才能を高く評価していました。花巻東でこれだけ揃った才能を持った選手を見たことがないと明かしつつ、次のように語りました。怪我に泣いてきた選手だけに、球団としては投手として挑戦した場合の故障を心配してしまう。それに大谷君は大リーグのスーパースターになれる素質を持った選手。投手であれ打者であれ、必ず将来の日本を背負う選手になると思います。しかし、野手の方が試合に出る機会は多いし、ファンも喜ぶのではないでしょうか。永山氏は、大谷選手の打者としての評価について、さらにこう付け加えています。現時点で打者としての評価は、高校時代の中田や、T、岡田よりもはるかに上です。これは驚くべき評価です。なぜなら、中田翔選手は高校通算87本塁打を放つなど、高校時代から大型バッターとして注目を集めていたからです。それよりも、はるかに上と評価されていたことからも、大谷選手の打者としての潜在能力がいかに高く評価されていたかがわかります。ここで、大谷選手を高校時代に指導した花巻東高校の佐々木監督の育成方針について見てみましょう。佐々木監督は、大谷選手の才能を慎重に、そして大切に育てました。大谷選手が花巻東に入学した際、佐々木監督はこう考えたそうです。我々としては、
書籍を引用することで大谷を育成することができました。これぐらいの筋力がついたらこれだけのスピードになるというざっくりとした計算でしたが、普通に考えればいずれは大谷が高校の時点で 160km 毎時を出すと思えました。しかし佐々木監督には大きな悩みがありました。入学時点ですでに 190cm 近かった身長はまだ成長段階にあり、どんどん伸び続ける体は過度の負荷をかければ怪我をする危険性がありました。それだけに入学間もない頃は過激なトレーニングや起用はできないと佐々木監督は考えていました。佐々木監督は当時をこう振り返っています。手足の長さ、特にリーチの長さはスピードボールを投げるための絶対条件です。また大谷は雄星と同じく関節の可動域の広さ、股関節や肩甲骨の柔らかさといった親子さんから授かった素質も持っていました。それだけに入学直後でも試合で投げればある程度の結果はついてきたと思います。でも1年夏まではピッチャーとして使わなかった。徐々に段階を踏んで一歩一歩登るように、体とピッチャーとしての成長、そして人間的な成長がそれぞれにゆっくりとした曲線を描きながら上がっていくように、まずは体と心の育成をじっくりとやっていこうと決めました。この慎重な育成方針が現在の大谷選手の活躍につながっているのかもしれません。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。